村長ミュージックスタジオ。はい、こんにちは、村長です。ですね、動画も作らないといえば何週間も作らないし、作るといえば毎日作るというね、変則的な村長ですけれども、今日は、同時にですね、購入しました、先ほどはですね、トランジットシェーパーみたいなソフトをご紹介したんですが、今回はですね、ステレオイメージャーのソフトでですね、なんとなんとこのソフト会社ですね、本当は固定価があったり、そして学生なんかのですね、ディスカウントがあったりとかするんですが、あとは10ドル以上さえ払えばいつ自分の好きな金額を払えると、まあ好きなと言われたってですね、そんな貧乏村長にとってはですね、まあできたら一番最低の10ドルをいわゆるまあ寄付ソフトみたいな感じですね、でも素晴らしい、テクニックだと思っております。これとよく似たもので、最近巷では噂のプライムグリーンブティックさんのですね、ステレオサーベージというのもとてもよくですね、まあできてますし、かなり買ってる人も多いようですけれども、このソフトもですね、安いけれどもとっても効果がいいような感じもいたします。ちょっとバイパスしてですね、一度聞いてみたいと思いますが、ちょっと画面を大きくしてみますね。はい、こんな感じです。それでですね、じゃあバイパスした状態で、聞いていただきます。懐かしい人に出会ったような優しい頼りが今届いた。まあまあすごくね、歌もお上手で、とってもいい感じなんですけど、村長の仕事は案外ですね、こういうふうに、まあ、いわゆる弾き語りといったらいいんでしょうか、ボーカルとハーモニーと、そしてもうギター一本というような小編成が案外多いんですよね。ですから言い方を変えると工夫のしようがないということでですね、それをよりこうゴージャスに仕上げるためにはこのステレオイメージャーというのは欠かせませんでして、まあいろんなソフトに付属としてついているものからですね、まあ、単体のソフトまで数種類まあ持ち合わせていますので、いろいろこう使ってみたりしているわけです。ということでですね、じゃ あこれで、ステレオをワイドに、作っていってみましょう。忘れかけていた、はい、バイパスをオンにしますね。幸せあなたにも分けてあげたい、主にワイド感です。で、立ち上げた時は、これがですね、シンプルモードになってまして、で、ここを押すとエキスパートモードに変わります。はい、このモードっていうのは、まあ、コーラスみたいな感じでですね、これもかなり効果があります。これで深さですね。で、これがレートですので、ズレが変わります。ちょっと上げすぎると良くないですけど、ちょっと回いっぱい上げてみます。トレモノのようなふにゃふにゃした感じになってしまいますので、適度に。はい、そし
で多分このステレオが ST3 レオという名前になっている由来かも分かりませんが、この機能とそしてあとはフェイズ機能、ローカットもできます。はい、案外よく聞きますね、このローカット案外いいですね。あ、エアーというぐらいですから空気感でしょうか、臨場感出てきますね、上げると。これ案外いいですね、このエア。はい、でこの真ん中は、あ、まあセパレート、これは、セパレートって読むんでしょうかね。これはやっぱりこれこう分離感が出ますね。ちょっとやりすぎると良くないですね。はい、これバイパスしてみます。も全くねこう広がりが変わりますが、でモノのチェックもできます。ということでチェルシーの歌、あ、懐かしい歌で、今ちょうどですね、この方の CD ですね、音源を、こうお試し制作させていただいている次第です。少ない編成の時にはぜひともですね、このステレオのイメージャーをうまく活用してですね、広がりのあるサウンドを作ってみてはどうでしょうか。ということで、今日もお村長でした。いつもご視聴ありがとうございます。